ここ犬が犬を飼ってる感じの犬がすいません、あ、ニューヨークチャンネルなんですけどすいません、ちょっと今ちょっと皆さんのテント生活を見てましてですね、犬が癒やした、ちょっとこの中入りたいなと思う、ちょっと取材しても大丈夫ですか。はい、お願いします。これどっからどっから入るんですか。あ、またぐ感じですか。あ、じゃあ犬出ないようにまたぎますね。はい、失礼します。すいません。わ、いや、もう1匹いるんですか。5匹いる。犬もしっかり遊べて、はい、いつも前日、ね、あ、いつも、あ、すごいテントもおしゃれというか、三、え、入学は結構何回かじゃ来られてるんですか。なかなか当たらないので、はい、二回目、あ、そっか、当たらない時もありますもんね。へえ、あ、せっかくテントの中というか見せていただ、今回の、はい、嵐だっていうことで、はい、見込まないように、はい、ちょっと中見てもいいですか、ちらっと。失礼します、にわこチャンネルです。にわこチャンネルです。犬が、わ、すごい、中ってこんな感じなんですね。失礼します。あ、もうここにも犬いるんですね。怒ってるな。うわ、合計5匹。あ、ちょうどご飯を食べてましたかね。あ、中ってこういう感じなんですね。え、入学後には何回目とかですか。2回目です。あ、2回目、はい、あ、こちらの方とはお友、え、どういう、ご近所さんです。ご近所さん、はい。そっか、入学後はね、ペットを連れてきても大丈夫なので、まさにこういう感じなんですね、はい、おすすめのキャンプグッズというか、僕すす、あ、好きなやつでもいいですけど、これ、これなんですか、これは。ジャグです。ジャグ、はい、水が出ると。水が出ると。一応、これを、はい、あ、下のバーナーで焼いて雰囲気出して、はあ、この木の色だったんですけど、はいはい、バーナーで焼いて、はい、ちょっとお恥ずかしいんですけど、これも手作りで、取っては買えます。え、下これバナナ焼かれたんですか、これ。綺麗にまた柄、柄が綺麗に出たので、こんな風に出るんですね、はい、はあ、すごいですね、一手間加えてるんですね。え、なんかあともう一個ぐらい、なんかお気に入りとか、これは好きだよとか、この逆になんかお気に入りの一グッズをちょっと、なんすかそれ、これは水筒。スタンデーの水筒ですけど、ステッカーを、はい、自作。あ、自作なんですね。あ、同じの持ってるのわからなくて、あ、いっちゃ、この It's Fine Today っていうのを貼ったというか、はい、先ほどいらした方の似顔絵。先ほどいらしたって誰です。あ、いなくなっちゃう。あ、後ろに。あ、どうもすいません。あ、大丈夫です、ね、の似顔絵です。あ、こちらが、こちらがあちらです。あちらです。あ、確かにひげが生えてるのはわかります、ね。なんかせっかくなんで、みんな聞いてるんですけど、入学の魅力というか、どういうところが好きですか。ゆるい。ゆるいところ。芝生で気持ちいいとか、足、素足で歩ける。確かにね、なかなかないですよね、こんな、はい、リップ感がなくてあー、確かに全然パリピ感ないですもんね。いや、若干、まあまあ、でも全然何色色があるんだろうって言ってますけど。すごいですね、犬が、ね、自由ですね。これ全部ブルドッグですか。フレンチブルドッグが4頭と、はい、ボストンテリア。じゃあ、ありがとうございます、もろもろ、はい、ふい。
It might be impossible to believe what you're told, unless you've seen the things I've seen rambling down the road. From town to town, each smiling face will pick you up for a ride. And if you're lucky, you'll find your fortune flowing on the tide. Just listen to that little voice, she's shining in your head. But don't forget the heart.